ミュージックジャパン TV をご覧の皆さん、学芸大ジュレスです。相澤優斗です。星野陽介です。南ゆうきです。内田まさきです。中川蓮です。よろしくお願いします。はい、お邪魔します。僕たち学芸大ジュレスは2次元と3次元を行ったり来たりする5人組のダンス&ボーカルグループです。はい、今こうやって僕たちが話している姿が3次元の姿で、この3次元を元にモデルとしてイラストレーターの藤原亮さんという方に描いていただいた2次元の姿というのがもう一つあります。その2つの姿を使ってライブをしたりとか動画を撮ったりしてこう次元を行ったり来たりして活動しております。そしてこのグループ名にもですね由来がありまして、この学芸大青春と書いて学芸大ジュレスなんですけど、東京にある東急東横線の学芸大学駅という駅の近くでこの5人で4年目かな、今年で4年目になるんですけど共同生活をしておりまして、その学芸大学駅から日本中に青春を届けるぞということで学芸大青春と書いて学芸大ジュネスっていうグループになってます。大層な目標ですね。今日も同じ家からね大阪に来てライブしてでまた同じ家に帰るっていう感じなんですけども、毎日楽しいですよね。毎日楽しいよ。僕たち4年ももう共同生活してるんですけども、番組からね質問をいただいてます。質問でまあやっぱ一緒に暮らしてるからちゃんと息合ってるとこ見せてもらいたいな。ああ間違いない。なるほどなるほど。4年目だからそんな偉そうに答えれないですよ僕ら。偉そうなこと言えないですよ。ですね、朝起きるのが辛い季節になってきましたが、間違いない。皆さんのこの睡眠にまつわるエピソードを教えてくださいとのことなんですけど、なるほどね。やっぱ一緒に暮らしてるとさ、あこいつ朝弱いなとかもまあ分かるじゃん正直。でまあ朝弱い代表のゆうと。そう朝弱いし。寝起き悪いんだけど、その寝る時のこだわりみたいな、こだわりねって言うと、俺絶対にタオル2つ使うの。1つは枕に巻くよ、1つは首に巻いてる。首に巻くっていうか巻いてはないんだけど絶対乗せて寝てるから、それはもう冷やさないようにみたいな。いや普通にな落ち着く。そうなんだ。なんかそのなんだろうな、そっちの方がアーティストっぽいけど冷やさないようにみたいな。あいや可愛いけどねそっち。ただなんかこう落ち着くから。なるほどね。それがこだわり毎日かな。だから今日も大阪にタオルたくさん持ってきた。そっかこのままと泊まるからね。寝る用の時にホテルとかでも分けるように。それ面白いね。っていうのはある。言うとなりのこだわりだ。半分タオルとか。いや俺もあるよ。あなになになに。心臓に手を置くとさ悪い夢見るって言うじゃん。寝る時に。そうそうそう。言うんだよ。でそれをなんか悔しいからね、なんか本当に苦しい夢見るのかどうか検証したくて、嘘なんじゃないか。そうそうそう。で胸に置いた日とその次の日になんかアロマオイルをなんか垂らしてアロマの匂いで寝るのと比べたんよ。どうだったと思う？で置く日と置かない日。そうでアロマオイル。アロマオイルはどっちも使ってんの？うん片方だけ。アロマオイル置いてかつ心臓に手を置いて。だからもう来ないと思ってんだ悪い夢が。そうね。でも見事来なかったんじゃないの？いや変わんなかった。完全に変わんなかった。どっちも同じ夢見た。どっちも悪い夢見た。悪い夢なんだ。だからみんなも気をつけてっていう話。すごい分かりにくかったけど結局ダメってこと。ダメってことですっていうなんか報告をしたかった。ダメなんですね。じゃあもう皆さんはこう手に心臓には当てずにゆっくり休んだ方がいいことね。でいい睡眠をとってほしいみんなに。こだわりっていうかただの検証結果。そして睡眠の話は一度置いておいて、僕たちセカンドアルバム「パンプアップ」というのを出させていただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、このアルバムはですね僕たち学芸大ジュネスにとって2枚目のアルバムになるんですけども、リード曲「Sugar」をはじめ5人曲で勢いだったり僕たちのチームワークをお届けするアルバムになっているんですけども、初めての試みとしてデュエット曲ですね、2人で歌っていたりソロ曲があったりと新しい挑戦をしているのでぜひ聴いてほしいと思います。そしてこのリード曲「Sugar」ミュージックビデオを撮りましたね。そうこのミュージックビデオが最初に説明したこの2次元と3次元を行ったり来たりするっていうのがすごい分かりやすいミュージックビデオになっていると思うのでぜひ見ていただきたいですね。はい。でその撮影ね。その撮影。そうなんですよ。もうこれね朝から夜までねずっとダンスをね撮影したじゃないですか。踊りや。もうね僕後半しんどくなりすぎちゃって監督さんにもう勘弁してくださいって言おうかなって思っちゃいましたね。でも容赦なく踊ってたよね。結局ね。容赦なく踊ってた。あの日一番疲れてたもんね。そうですね。まあそんぐらい気合い入ったミュージックビデオになってますので。ぜひチェックしてください。はい、はい、そしてこのアルバムを引っ提げたツアーが来年始まります。いや、はい、僕僕たちのフォースライブツアー、はい、パンプミーアップ、パンプミーアップですねが、はい、来年7都市で行われて、はい、開催されるので、ぜひ皆さん見に来ていただけたらなと思います。ということで興奮してるのかな、はい、これを見ていただいた皆さん、ぜひ僕たちのアルバムをチェックしていただいて、ツアーにも来ていただけたら嬉しいなと思います。はい、ということで以上、学芸大純烈でした。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。